新潟市立岡方中学校は、新潟県新潟市北区大使堂に所在する市立中学校。校舎の周りは、田園風景に囲まれておりとても静か。ただ、田園だけではなく、工場や福祉施設等もある。6.3制導入により戦後の混乱の中で、設立され、小学校2校の校舎を、第1校舎、第2校舎として曲がりする形で開校。 後に独立校舎が建設されたが、その位置をめぐっては大きな論争となった。新潟市北区の岡宝地区を主な通学区域とし、岡宝第一小学校、岡方第二小学校からの進学を受ける。詳細は外部リンクを参照。平成23年度北区議会で区内小中学校の小規模校と大規模校の合併による生徒、 学級数の再編案が議論された。北区には8校の中学校があるが、岡方中学校はこの中で生徒数が最も少ない。学級数でも50年前の約3分の1、20年前の半分にまで減少しており、資金の三つ春中学校との合併により適正規模校とする計画が上がっている。しかしながら、岡方中学校の校区内には、 路線バスなどが存在せず、三春中学校方面への交通手段は、地元で能面道路と呼ばれる、舗装はされているが、冬場は、豪雪で通行にも不便な農道しかない。例えば、道光区の平林地区、灰塚地区から三春中学校に通うのは、中学生には現実的に不可能である。また、豊栄市が新潟市に合併された、際の条件の一つに、 現行小中学校の維持が挙げられていたため、合併案が上がったことそのものへの反発も根強く、現状では解決を見ていない。なお、岡方中学校の廃校内下校との合併は、旧豊阪市時代から何度となく、議題に上がっていた。やはり当時からの生徒数の少なさが原因である。ありがとうございます。